今回は江戸幕府最後の、話です。この動画で江戸時代は一通り、終わりとさせていただきます。まず、騎兵隊っていうのが1863年にできます。これは高杉晋作が作りました。高杉晋作は、長州藩の、藩士です。で、騎兵隊の特徴としては身分に関わらず、有志で、行われた、軍隊です、ロッシュという人物がいたんやけど、それは、フランスの駐日大使っていうことで、第15代将軍の幕政を協力していきました。で、15代将軍誰かって言ったら徳川慶喜が、最後の将軍となります。で、イギリスの駐日公使は誰かって言ったら、パークスが駐日公使となります。そして坂本龍馬っていう人物、も、幕府滅亡に、大きく貢献していきます。1866年、薩長連合っていうのを、仲立ちしていきます。薩長連合っていうのは薩摩藩と長州が、仲良く力を合わせるっていうことなんやけど、薩摩側が、西郷隆盛と小松帯刀っていう人物が、話を聞いて、長州側は、木戸田隆義っていう人物が、主に、薩長連合の、先頭になって、協力していきます。また、坂本龍馬の他にも、仲立ちとして中岡慎太郎っていう人物が、仲介人となります。そして1866年、孝明天皇の死後、明治天皇が即位しました。で、第15代将軍は徳川慶喜で、フランスの援助のもと軍政を改革していきます。薩長両藩っていうのは、朝廷内の岩倉具視と、力を合わせて、1867年10月14日に倒幕の密勅というものを受けます。そして、大政奉還っていうのが行われるんやけど、大政奉還っていうのは何かって言ったら、徳川慶喜が、もう幕府の政権を朝廷に返しますよっていうことを言うのが大政奉還です。この大政奉還を進言したのが山内豊重という土佐藩の元藩主でした。で、元大名やってんけど、その山内豊重が大政奉還を進言します。そして土佐藩士、坂本龍馬と後藤象二郎も、大政奉還を、計画していきます。そして1867年、王政復古の大号令っていうのが、発令されるんやけど、これは何かって言ったら、これまで幕府が政治を仕切ってたんやけど、これからは天皇を中心とする新政府としてやっていきますよっていうことで、再び天皇の、政治をするっていうことで、王政復古の大号令っていうのが出されます。この時に三職っていうのが置かれます。総裁、議長、参与の三職が置かれます。この三職によって、この12月9日の夜にですね、古語書会議っていうのが行われました。この古語書会議で決まった内容としては、徳川慶喜、最後の将軍に時間農地を命じることでした。この時間農地は何かって言ったら、慶喜、慶喜の内大臣の辞退っていうことと、領地、これまで持っていた幕府の領地を朝廷に一部返上するっていうことを命じます。そして、幕府と争うことになったのが1868年戊辰戦争っていう争いで、新政府と旧幕府で争うことになります。1868年1月3日に鳥羽伏見の戦いっていう
のが起きました。そして1869年5月、函館の五稜郭に立てこもるっていうことが起きます。五稜郭に立てこもったのが、榎本武明っていう人物、旧幕臣ですね、が立てこもりますが、やがて降伏し、戊辰戦争は終結します。そして江戸城は、無血開城、誰も怪我することなく死ぬことなく、江戸城は明け渡されることとなります。これができたのは、勝海舟と、幕府の臣ですね、とあとは、薩摩藩の西郷隆盛の会談で、無血開城が決まりました。そして、農村はどうだったかというと、世直し一揆っていうのが起こります。世直し一揆っていうのは、米価の高騰とか、農民の不満によって起こりました。また、おかげ参りっていうのが、伊勢神宮で行われます。これは、集団礼拝運動のことをおかげ参りっていうふうに言います。伊勢神宮に、みんなお参り しました。また1867年、異様な服装をして男女が街頭で乱舞するという、じゃないかっていうこと、声をかけて、乱舞するっていう出来事が起きます。これを、こういうことが起きました。また、共派神道っていう宗教が生まれたり、川手文次郎の、金光教や、中山美希が作った天理教っていう新たな宗教も、この時期にできました。これで、長い歴史、幕府の歴史について終わります。ありがとうございました。